続きまして、インダストリーセクターの説明を開始いたします。説明者は、執行役副社長、インダストリー事業統括本部長、青木正和です。画面を切り替えますので、少々お待ちください。青木さん、よろしくお願いいたします。 インダストリーセクター需要戦略の説明をさせていただきます。本日お伝えしたいのはこの3点。1点目はニューノーマルで加速するデジタルトランスフォーメーション。2点目はルマーダを活用したトータルシームレスソリューションの拡大。そして3点目はグローバル成長に向けた展開であります。次の目次に従い説明をしていきます。まずセクターの概要です。 インダストリーセクターの位置づけですが日立製作所の中の産業流通ビジネスユニット並びに水環境ビジネスユニットという2つのビジネスユニットと主にプロダクト事業を担当する日立インダストリアルプロダクツ並びに日立産機システムの2つの分社会社合計4つの事業体で構成されています次に事業構成です 2020年度の売上収益は8,581億円でした。そのうち産業流通ビジネスユニットが36%、水環境ビジネスユニットが20%、インダストリアルプロダクト事業のうち量産プロダクト事業が28、肥料産プロダクト事業が16%となっています。この売上構成は右側のソリューション系の事業が ニューノーマル化での DX の加速とオートメーション事業の買収などによりまして一昨年の IR で同じグラフで説明したものに比較しますと売上全体の50%から56%まで伸長をしています次がインダストリーセクターの体制です私が引き続きリーダーとなりこの4人の CEO 社長のメンバーとともにセクターを運営しています 次にインダストリーセクターの事業領域について説明をいたします。スライダーの下の方から順にお客様の製造現場で使われるプロダクトからそれらの設備を動かし制御する OT そして経営管理を行う IT まで現場から経営に至る幅広い事業領域を1つのセクター内に有しているのが大きな特徴です。続きまして2021年 中期経営計画の進捗についてお話をいたします。日中継の進捗ですが、COVID-19 の影響はあるもののセクター一体運営強化により着実に中期経営計画を進捗させています。スライドの下の方から上へ順に説明をいたします。市場変化への対応では、COVID 影響に対し投資の源泉、 並びに固定費対策やプロジェクト管理強化に取り組むとともに経営の強靭化として DX 加速に向けたデジタル事業へのリソースシフトやニューノーマルに対応したソリューション拡充を行い攻めと守りで市場の変化に対応してきました基本方針と進捗ですがグローバル展開の加速として19年に JR オートメーションを買収 20年に北米事業統括会社を設立、北米事業基盤の強化に注力をしてまいりました。また、一昨年の IR でも説明いたしました、トータルシームレスソリューションの拡大強化では、ルマーダ活用デジタルソリューション事業のスケーリングを行い、ルマーダコア事業は前年度比で6%増加、また、この4月には知能ロボットシステム開発企業の京都ロボティクスを買収し、 プロダクト ×OT×IT のさらなる強化による事業拡大を進めています。こちらは2019年度からの業績推移を示しています。20年5月に公表いたしました20年度の見通しは、左から3つ目のグラフで示したように、 COVID-19 の影響を含めますと、売上収益、調整後、営業利益ともに、当初の見通しに対して大幅に悪化すると想定し、それぞれ7,618億円、3.2%の見通しでスタートいたしました。コロナ禍の厳しい状況の中ではありましたが、デジタル事業へのシフトやグローバル事業の拡大により、2020年度の実績は、 赤い矢印にありますように、下方修正した見直し値に対しましては、売上収益でプラス963億、調整後営業利益ではプラス2.5ポイントを挽回し、コロナ影響を相当部分を抑え込むことができたと考えています。21年度につきましても、コロナ影響は継続するものの、新たな DX ニーズを捉え、増収増益の見通しであり、さらにその先には、 1>, 1兆円以上の売り上げ、10%以上の営業利益を目指してまいります。次に、これまで我々が買収してきた主な会社の業績推移についてお話をさせていただきたいと思います。まず、米国の JR オートメーションです。左側のグラフで示している通り、19年度第4クォーターに買収後、 まさにその直後から米国で猛威を振るった COVID-19 の影響を大きく受けつつも、精力的な新規需要の掘り起こしと PMI の着実な実行により、受注高、売上収益を大きく伸長させることができています。伸ばしている事業分野としては、右側の円グラフを見ていただきまして、自動車中心からニューノーマル化で伸長する e コマース。 メディカル市場への事業領域を大きく増加させ、事業ポートフォリオのシフトを加速しております。さらに、2021年度からはデジタルを融合した事業に拡大をさせていく予定であります。続きまして、米国のサルエアです。20年度第1クォーターは、同じく米国での COVID-19 のインパクトは非常に大きく、 熟中高、売上収益ともに大幅に減少いたしましたが、これをそこに新規顧客基盤の着実な拡大、フレキシブルな生産体制、製品のコスト競争力の向上など、レジリエントな体質改善施策を実現し、20年度第4クォーターでは前年同期比で118%まで成長。現在も回復基調が継続しております。 このように買収した米国の2社は、共にかつてない厳しい生活環境、経済環境の中でも着実に PMI を実行し、成長拡大を実現しています。続きまして、トータルシームレスソリューションの拡大についてお話をいたします。市場環境の変化と我々インダストリーセクターの狙いについてお話し,します。まず、スライドの左側、市場環境の変化です。 コビット19による急激な変化、地政学的リスクの増加、さらには環境意識の高まりや循環型社会への転換などがあります。それを受けて、スライドの中央、えー、顧客の経営視点も変化しております。環境、レジリエンス、安心・安全の3つの価値が重要であると考えています。一方、ニューノーマルで進展する省力化、自動化、非接触、 などの DX 加速を背景に、企業間、組織間にあるギャップ、前回の IR から提言させていただいております、いわゆるキワの課題がますます顕在化しており、その課題解決がさらに重要になってきています。インダストリーセクターでは、ンパから経営に至るトータルシームレスソリューションによるキワをつないでいくことで課題を解決し、 顧客ののトトータルプロフィットの最大化と価値創造に貢献していきます。次に各社のポジショニングについてお話をしますこの図では縦軸がソリューションの提供範囲を示しており下から上に向かって部分レイヤー隣接レイヤー全体レイヤーを表しています横軸は顧客課題解決のアプローチを示しており左から右に向かって パッケージ提案型、顧客要件型、顧客競争型を表しています。円の大きさは各社のおおよその売上規模を示しています。市場環境の変化により、経営から現場、あるいはサプライチェーンでの際の課題が顕在化しており、部分レイヤーでの個別最適化だけではなく、 顧客競争型でプロダクト OTIT すべてのレイヤーでの全体最適化の観点による課題解決がより一層重要となっていますこれを背景に日立は幅広い事業領域で培ったドメインナレッジに基づくトータルシームレスソリューションを強みにさらにこれを進化することで各社との差別化を図っていきます ここで、際、えー、の課題を解決するトータルシムレスソリューションにつきまして、今一度説明をいたします。際の課題は、縦、横、場、それぞれの領域に存在します。まず、縦では、経営と現場の際をデジタルでつなぐことで、経営者は現場の状況をより理解し、迅速な判断が行うようになります。 次に、横行ではサプライチェーン上のサプライヤー、製造、流通、市場といった際をデジタルでなぐことで、全体最適による効率化が図れます。えー、最後に、場ですが、これは利用主観がデジタルでつながる場です。新しい場が生まれることで、新たな価値創造の機会を提供することができます。 このようにニューノーマルで顕在化するキの課題にトータルシームレスソリューションで対応していきます。こちらはこれまでのルマーダを活用したトータルシームレスソリューションの拡大を示したものです。お客様との競争にあたっては、スライドの下の方に示しております3点 AI や数理最適化技術などの最先端のテクノロジー、ドメインナリジー、 カスタマーリレーションがこれを支える強みと考えています。本日は黄色の文字で示した最近の事例につきまして、次のスライドからご説明をさせていただきます。えー、少し本日盛りだくさんになりますが、我々セクターの事業の狙いとその進捗をご理解いただくため、6件のルマーダデジタルソリューション事例のエッセンスを紹介したいと思います。最初はサプライチェーンをグラウバラにつないだ事例です。 右側の緑色の枠内をご覧ください。大金様の多様に変化するバリューチェーンの対応、計画立案の自動化による従業員の働き方改革にも貢献しています。大金様の価学事業においては、グローバルに5カ所の製造拠点、9カ所の販売拠点をつなぎ、需要変動に即応する生産・販売最適化計画の 立案実行支援ソリューションを提供しています。スライドの左側を見ていただき、SCM 最適化シミュレーションを活用することで、従来の約60倍の製造販売施策のパターンを短時間で提示することが可能となり、導入効果として意思決定にかかる時間も95%短縮することができました。これにより入れ替え製造によるボトルネックの解消。 余力活用による高収益品の増産を可能にするなど、事業の KPI 最大化に向けたサプライチェーンの最適化が可能となりました。2件目は、販売現場と市場をつなぐ事例であります。また、右側、緑色の枠内をご覧ください。スーパー大手の声優様においては、煩雑な発注作業が大幅に軽減し、厨房作業や接客へ注力ができるようになり、 欠品や食品ロク出の低減も目指すことが可能に。また、作業服大手のワー,クワークマン様においては、販売回転率の異なる10万品目を対象に、欠品の抑制、在庫最適化に抗弁をできました。スライダーの左側に戻っていただきまして、これらは日立の AI 需要予測型自動発注システムを活用したもので、ワークマン様では導入効果として、従来各店舗において、 1>, 1日当たり30分を用意していた発注業務を約2分にまで大幅に短縮をされました。いずれも販売現場の生産性向上に貢献し、お客様の特性、ニーズに合わせた価値を提供した事例です。3件目は物流分野の現場と経営をつなぐモノトラオ様の事例です。また右側の緑側の枠内をご覧いただき、 ロボティクスを活用した自動化による労働力不足への対応、データ起点の高度な物流センター上の実現に貢献しています。スライドの下側、モノタロウ様の現場においては、日立インダストリアルプロダクツの小型無人搬送ロボットラックルをこれまで300台、さらに今後400台を納入予定で、制御システム、WCS もすべて日立が取りまとめております。 上位の WMS の刷新、ロボティクス活用も含め、物流センターの高度化を実現し、現場から計画系までを含めた全体の最適化を進めております。4件目は、物流分野の現場と経由をつなぐ事例です。右側、緑側の枠内、緑の枠内、トラックドライバーの労働人口減、事故防止、IoT テクノロジー活用による運行リアルタイム管理に寄与できます。 これは日立物流の独自の AI を活用したスマート安全運行管理ソリューション SSCV と日立の日立デジタルソリューションフォロジスティクスを組み合わせたソリューションです。スライドの下の方に示していますが運行前後のドライバーの生態情報、運転中の車両の動きなどの運転情報を管理、分析することにより安全線路向上とともに効率化が両立できます。5件目は 異なるるる企業がつながる場を提供する事例で医薬品卸しのアルフレッサ様などとの競争によりまして国内初の再生医療品のバリューチェーン全体の細胞トレース情報を統合管理するプラットフォームを提供することで厳格な品質管理とテレサビリティへの対応サプライチェーンの分析やシミュレーションを実現します。 再生医療分野においては、複数企業、機関の間で、検体、個別、識別情報などを連携し、製品の品質を担保することが大変重要であり、すべてのステークホルダーが利用可能な、この共通サービス基盤が異なる企業、機関の間に存在する際をつないでいきます。6件目は、食品分野の現場と経営、サプライチェーンをつなぐ事例で、 日例様の需要変化に即応する生産最適化、環境負荷の低減に貢献をしています。スライドの左側、AI と数理最適化技術を組み合わせた日立独自のシステムを導入することで、1工場あたり最大16兆通りもある生産計画から最適化を従来の10分の1程度の時間に短縮して自動立案ができるようになりました。スライドの中央、 物流を担う日例ロジグループ様の冷凍設備における取り組みです。プロダクト、OT、IT、クラウドサービス基盤を含め、日立グループの技術、サービスを統合した冷凍設備の運用、保全、効率化ソリューションも同時に提供をしています。次にグローバル成長に向けた展開についてお話をします。前回 IR から引き続き注力している北米市場の進捗です。 スライドの左側から時系列順に17年7月にサルエオ日立グループに加え北米でのプロダクト事業を強化次に高い成長率が見込まれるロボティクス SI 事業へ参入19年4月に KEC12 月に JR オートメーションさらに本年4月には京都ロボティクスを新たに加えロボティクス SI 事業を強化拡大しています今後はグローバルロジックとも連携をしながら ロボティクサイトデジタルの融合を強化し22年度以降は系統現場をデジタルでつないだエンドトゥエンドのデジタルソリューションへと発展をさせていきますまた20年4月にインダストリーセクターの北米事業戦略の統括会社としてサルア、J、r u や JR オートメーションを参加に日立インダストリアルホールディングスアメリカを設立いたしました これらのうち青色文字に示した内容について次のスライドからお話をしますまずロボティクスサ、SI、イとデジタルの融合についての事例を説明します JR オートメーションは北米のロールスロイス様の航空機部品の加工において ERP やメスと連携したデジタル活用による大規模なロボット加工設備の自動化最適化ソリューションを提供しています 右下、取り組み体制にある通り、シーメンスや ABB ともパートナー体制を組み、JR オートメーションがプロジェクト全体をターンキーで取りまとめて実現していることが大きな特徴です。今後さらにグローバルロジックも含めた日立と JR オートメーションのシナジーにより、ロボティック制裁、SI、とデジタルの融合を加速し、事業拡大を図っていきます。次に、 ロボティクス SI の機能強化として買収した京都ロボティクスについて簡単に紹介します。同社は世界最高水準の 3D ビジョンセンサー搭載の知能ロボットシステムのスタートアップ企業であり、これを活用したロボティクス SI 事業を強化するものです。3次元認識率は99.99% 99、マスターレス、世界最高水準のデパレタイズ能力など、 ロジスティクス、FA 領域での事業強化の協力の武器になると考えています。これはロボティクス SI の機能強化の事例になります。本事例は NTT ドコモ様の物流業務改革最適化の事例で OT×IT でトータルシームレスソリューションとして高度化を推進してきたものにさらに京都ロボティクスの知能ロボットを加えフルオートメーション運用を目指していくプロジェクトです。 まず15年に物流最適化の業務コンサルティングを開始17年からマテハン設備 WCSWMSOT×IT による効率化を実現さらに21年からは京都ロボティクスの 3D ビジョンを活用したピースピッキングロボットによる現場の自動化も進めより高度な物流センターのフルオートメーション運営を目指していますここまで説明してきたロボティクス SI 事業のグローバル展開強化です まず地域を超えた一体活動によりデジタル融合のロボティクス制、SI、裁を強化していきます日立イン,ダストリスインダストリアホールディングスアメリカによる北米戦略を基軸に JR オートメーション、KEC、京都ロボティクスと日立それぞれのテクノロジー、ノウハウを活用する地域を超えた一体活動を強化していきますそしてその事業基盤をベースに欧州、ASEAN、日本へ,へとグローバル展開をしていきます それではまとめです。環境価値創造の取り組みについてお話します。お客様との競争を通じ、経済価値だけではなく、サステイナブルな環境価値を創造していきます。デジタルソリューション事業では、生産、サプライチェーン、配送の最適化による CO2 の削減。ユーティリティソリューション事業では、高度な技術による水資源の循環や設備の効率化による CO2 削減。 インダストリアルプロダクト事業では製品の省エネ化、IoT, IoT 化による CO2 削減などに取り組んでまいります。インダストリーセクターではトータルシームレスソリューションによるサステナブルな環境価値を創造してまいります。ここに今後の成長に向けた重点アクションをまとめました。重点アクションとして大きく3つ左からトータルシームレスソリューションの進化、グローバル成長の加速、 そして、景気盤の強化に取り組んでいきます。これにより、インダストリーセクターの事業成長と事業価値拡大を目指してまいります。最後のまとめです。これまでご説明してきた事業戦略と今後の成長に向けた重点アクションを実行することで、今年度、2021年度は売上収益8800億円、調整後営業利益率は8.2%、 海外売上げ収益比率は24%ロイクは8.7%を見込みさらにその先は産業顧客に対してのベストソリューションパートナーとして1兆円以上の売上収益10%以上の調整ご営業利益を目指してまいります以上で私の発表を終わりますご清聴ありがとうございました青木さんありがとうございましたそれでは これよりり質疑応答に移ります。ご質問にお答えいたしますのは、青木に加えまして、執行役常務、産業流通ビジネスユニット CEO、森田和信、インダストリー事業統括本部 CFO、入江和之でございます。 ご質問のある方は、ズームの画面上に表示されております手を上げるボタンを押してください。こちらからお名前をお呼びいたしますので、音声ミュートを解除の上、社名と氏名を名乗っていただいてから質問をお願いいたします。それでは、日本語チャンネルの皆様からご質問をお受けいたします。報道機関、機関投資家、アナリスト、いずれの方でも結構です。いかがでしょうか。原田様。 原田様、音声ミュート解除の上日本語でご質問をお願いいたします。 おお世話になっておりますゴールドマンサークス証券の原田ですけれども、えっと、質問2点ございます。えっと、1つ目なんですけれども、いろいろ多く事例を挙げていただいて、あまあ、の顧客とのです、ねまあ、競争というのが増えているというところは非常に分かりやすく、えっと、説明いただいてもよかったと思うんですけれども、あのこれによってですね、まあ、どれだけこう売上高がこう増えているのかとか、それからまああの付加価値額、あるいはまあ利益というところですね、まあ、こういったものが増えたのかというのはちょっとイメージしづらいので、まあ、例えばこの10 17ページ、18ページでこう書いていただいているようなこのソリューションによってですね、まあ、どれぐらいそういったものが増えたのかあの具体的なこう金額規模とかです、ね、もしあれば教えていただきたいというのが1点目です。 でえっと、2つ目は、ですね、あの収益性のところなんですけれども、あのまあ、こういった産業機械分野については、まあ、一般論としては、ですね、まああのまあ、物流がこう好転したときにはあの、かなりこう2桁を超えるようなですね、利益率に届くあのケースが多いように思うんですけれども、大、ま、社、あの,の中でも一部の製品はそういう水準にあるとは思うんですけれども、なかなかこう全体としてはあの2桁の利益率に届いていないなと思うんですが、まあ、今期の あの計画を見てもーまだ8%ということであのまだ少し2桁には遠いというところになるんですけれどもあのこの例,えば例えば10%というのをターゲットにしたときにあの今何が足りていないのかというところをです、ね、ぜひ教えていただきたいと思います。やっていいただける競争とかかですら、ね そう、競争の成果っていうのがこう利益に繋がっていくというふうになって、こう10。10%に届いていくっていうイメージがあると非常に分かりやすいんですけれど、もまあそういったところの道筋を教えていただければと思います。以上です。はい、あのご質問ありがとうございます。えっと最初の質問のこう、競争型のソリューションによって、えー、どれだけの数字に反映されているかという質問だったと思うんですけどもまちょっと非常に。 特に20年は難しい状況にあるかと思います。の全体がです、ねえー、コロナインパクトとしてはーそうです、ね、15%ぐらいベースが落ちた数字になっているところから、えー、結果としてはあそうです、ねまあ、JR オートメーションの買収もあるので補正をいろいろ知らなきゃいけないんですけれども。うん もう私の感覚では15ぐらい落ちたところから10近くこういうソリューションで戻せている形が作れてるんではないかと思います。ですからまあ19年度のレベルに戻った時を想定するともともとですね、あのー、昨年、えー 一兆円には届かないけど9千数百億ぐらいのところはこの21年度を目指したいというお話をしておったんですけどもコロナインパクトが消え去ることを前提にすると、まあ、その程度まで戻せる形でいろんなソリューション系の売り上げが増えているというふうなイメージでおります。 だといいううふうに思いますけども、えー、かなりですねまだあのチャレンジングなソリューションを対応してますので、えー、収益性が悪いということはないんですけどもこの辺の価値ですねこれ2つ目の質問にもつながるお答えになろうかと思うんですけども。 えー、我々のプロダクトもやってる事業体ですのでそのコストに対しての価格がつくというタイプのビジネス、まあ、これは当然ベースにしてあるわけですけども、えー、価値に対しての対価をいただけるというビジネス,ビジネスの領域をですねどれだけ増やせるかというのが、えー、これからの人たちの価値、えー、の作り方の一つ、まあ 肝にななるででではいいかと思っております。す、まあ、そういう意味でですね、ちょっと今日たくさんあの事例を、まあ、ご紹介してもっとたくさんあるんですけどもこういう形でですね、まあ、際ってお話をさせていただきましたけどもそこに存在する大きなブレークスルーをお客様に提供できることが日たちの価値になりそれからまあお客様にも大きな価値、えー、その普通のコストダウンということではない価値を提供できる形に持っていこうというのがまあ ののこのトータルシームレスソリューションと言ってるえ価値観でございますので、えー、これを持って、えー、すればですね、あのーまあ、物量やはりこれ基本的に必要なんですけども2021年今年の予算がベースがですねベースにある事業のところが19年レベル、まあ、おっしゃる通り我々製造業ですからあの物量に市場に市場に対して え引,きず引きずられてますかね、その好不況にえ業績がリンクするところはまあ仕方ないとはあるんですけども、それがある程度の,あの物流に戻れば、あー10%というのが語れるレベルまで体力がついてきているというふうにまあ思っております。以上、あのごあったようになったかどうかちょっと分かりませんが、あよろしいでしょうか。分かりりまました、はいえー、ありがとうございます、はいすすは大丈夫です 続きまして、江澤様、江澤様、音声ミュート解除の上、日本語でご質問をお願いいたします。はい、シティグループ証券江澤と申します。よろしくお願いします。あの業績数値の計画について教えていただきたいと思うんですが。 あの今期の,あの業績計画は売上高はまだそのコロナの影響が継続するということでえあまり大きく伸びないんですけども利益率は大きくこう上昇して8.2%になるということなんですが今期の業績のがまあどんな段階に あるからこういう数字になっているのかというのを定性的で結構ですのであの1つ目教えていただきたくてです、ねまあ、コロナの影響で例えば先ほどおっしゃられたそのソリューションの事業があ,ー、まあ、そのーあまりごめんなさいコロナの影響があってもソリューション側はあまりこうダメージを受けないから全体の利益率がこう売上げがあまり伸びない中でも高まるということをおっしゃっているのか。 あま、どういった段階にあるかというのを教えていただきたいというのが一つ目です。二つ目はですね。この今期の業績を起点に、えっと中期的な目指す姿というのをあの見ますと売上でいうとまあ、1000億強ぐらいこう増えてですね、えー、利益率は10%超ということなんですが、この売上が増えればですね。その限界、利益的な考え方から言えば10%超の利益率はそのままあの。 特段なこう構造の変化がなくても達成できるように見えるんですけどもえ今期の姿からこうリニアに伸びていって中期的な姿がこう達成されるということでいいのかということをあの少し解説いただければと思います。まあ、事業ミックスはそのトータルシームレースソリューションの方にえー変化していくんだと思いますのでそうするともっともっと利益率高くなるんじゃないかと思ったりもするんですが。 あその辺のお考え方を教えていただければというふうに思います。以上です。はい。あのご質問ありがとうございます。えっとこの21年の利益率まあ利益の増増加と改善と売上の積み方にちょっと説明がいるのではないかというご質問ではないかと思うんですけれども。 おっしゃるとおりですねあの、21年の売上の方は、えー、の増加に対して、利益はかなり改善するという,う計画を立てております。で、まあ、最初に申し上げますとあのそう、そういう楽な計画を立てているわけではないんですがあの、この物量が回復することによる利益の改善っていうのは、このうちの半分ぐらいしか考えておりません。 えー、この中身としてはあのやはり COVID のインパクトを非常に受けた事業の回復する、まあ、米国市場での利益の挽回ですね。でこの時にこれは両方の合わせ合わせになろうかと思いますけども日本もグローバルも含めたこの COVID 化で、えー、分かってきたですねあの最適固定費コストといいますか。 そこの最適化が20年の間は走りながらいろんなことをやってきた格好になってますけど21年はかなり明確にです、ね、コストをクリアに切り分けるようになっておるというところそれからやはり20年も全くいろいろあのなんですか、ね、ロスがなかったわけではないんでそこのところの見極めもかなりついてきたということも含めまして。 えー、この21年度に8.2%、まあ、絶対額でいくと720億円ですけれども、このを,を先ほど申し上げましたソリューション系のです、ね、価値創造のところでの利益の積み上げ幅のアップによりまして、えー、この数字が達成できるというふうにまあ考えております。それから この先の1兆円の10%でいいのかというご質問かと思います。えーまあ、おっしゃられた通りですね、やはりこの、日立の中で、このインダストリー系というのが、やはり一番、まあ、私が言うのもなんですけど、伸びしろがまだあるんではないかと思います。ただ、あの、おっしゃられたですね、あのー、 え全体の半分ぐらいがまあソリューション半分以上がソリューション系の事業になっておりましてそれからまあ物も作るハードウェアのところが半分以下になってきておりますのでいわゆるあの限界利益分がそのまんま物量に比例して利益が上がるっていう形にではなくなってきていることも事実です、えー、SI 系にまあ非常に多くという方針を出してますので えー、この時はあのいわゆる工場の稼働率を100%に上げれば原価利益歴分の回収が出るというのとは違うビジネスモデルのところもかなり増えてますので、えーまあ、当然ですねあのもっと上の数字もこの中期計画の中では考えていきたいと思っておりますが、えー、単純な,せあのないですかねハードウェアの需要体でもなくなってきてるというところが この利益の出し方のスタイルが少し変わってくるところも考慮に入れなきゃいけないのではないかというふうに思っております。以上です。ありがとうございます。それでは次に、英語チャンネルの皆様からのご質問を受けいたします。ご質問のある方は手を挙げるボタンを押してください。いかがでしょうか。内容ですので。 再び日本語チャンネルの皆様からご質問をお受けいたします。ご質問のある方は手を挙げるボタンを押してください。安井様、安井様、音声ミュート解除の上、日本語でご質問をお願いいたします。UBA 証券の安井と申します。よろしくお願いいたします。私も質問3点ございます。えー、と1点目はあの、コロナによる デジタル化が進むというテーマがあります。で、このインダストリアルの分野で本当にそういうことが起こったかどうかで、えっ、ー、と、あまり実は大きな変化がなくってというお話でもいいですし、まあ、コロナによるこのデジタル化、 ああが進んだかどうか、完食でもいいので、えっ、ー、と、お話をいただければと思います。まあビジネスモデルの変化というかですね、そういうもののえっ、ー、とパラダイムシフトみたいなものがあればえっ、ー、と幸いです。で、えっ、ー、と、二つ目は、あの、プレゼン資料で、えっ、ー、と、十二ページ、JR オートメーションの、あすいません、十一ページですね、えっ、ー、と、JR オートメーションの、えっ、ー、と、 あの業績改善、特にメディカルがこう大きく改善しているというところがあって、ちょっと売り上げがもう倍になっているような感じで、メディカルが伸びたと言われると、コビットの影響からちょっと一過性的によくなりすぎた。でそれの反動源が あちょっともしかしたら出ちゃうのかどうかあで、これ継続性あるのかどうかという質問でございます。で最後、えーと、3点目あの、青木さんが JR オートメーション買収されたとき、サルウェアと JR オートメーション合わせてだいたい1,300億円ぐらいの売上だかこれをまあ顧客数も多いのでどんどんこう拡大していきたいというお話があったと思います。えー、今回グローバルロジック社ャ買収されますのであの先ほどの徳永さんのコメントでも北米のえっ、ー、と。 事業を大きくしたいということもおっしゃってましたので、まあ低量訂正どちらでもいいので、えっ、ー、とこの買収した会社今後の成長率のえっ、ー、とご示唆をいただけると思います。以上でございます。はい。えー、っとちょっと最後の方から順番に説明させていただきますと、三、えー、点目はあ、えー、19年の IR。 だったんですかね。あのお米国事業をお、まあ、2つの、まあえー、世の中では中規模の買収と言われてますけどもお買収することで、えー、トータルで1300億ぐらいのレベニューを手に入れたものをお確かあの時2000億ぐらいも持っていきたいという話をしたと思います。でこれはは、まあ、年度につきましてはちょっと 1>, 1年数億でいう一コマ戻るになった感はあるんですけどもこの後半からのですね挽回を見ますと2,000億といった数字はあ、えー、次の中継24中継の末、まあ、目標としてはですね、えー、24の中継、えー、あるいはまあ25といってもいいかもしれないですけどそのオレンジではこの2,000億のレベルには持っていい。 いけるとううふうに思っておりますでこれはやはりあの、えー、米国における自動化オートメーションそれから設備投資このトレンドですねあの、えー、非常に着実な実感を持っておりますしこの米国発のデジタライゼーションやオートメーション化というのはまああの こういう賠償をやる前に想像していて想像していたよりも、まあ、はるかにこうあの強いって言いますかね力強いものを感じておりますしそれにですねデジタル、まあ、今日もちょっと事例も一つ出しましたけども、えーまあ、お客様の,なあの名前の関係でなかなか出せないお話が多いんですけども非常に多くの,の SI 事業とそれから えー、いろんなデジタルを融合したあーいわゆるス,スマートファクトリーに向かった動きというのはあの、まあ、日本以上にですねそれに、えー、実際のもうちょっと複雑な高度なデジタル化っていう時の一手をいろいろ、まあ、あのこの JR を買収した時は考えておったんですけども。 まあ今回のグローバルロジックというものが加わることで、えー、いろんなデリバリー体制がまあ揃うというのが、あですかね、一つのミッシングピースが手に入るというのが日立の大きな武器になるのではないかというふうに考えております。まあ、繰り返しになりますけども、2000億というあの申し上げた数字はまあやっていけるというふうに思っております。それからあの 2番目のご質問で、この11ページのグラフに対するご質問だったと思います。で、このメディカルが爆発的に増えた、あと、まああの、これちょっと売上収益って書いてるみたいですけど、これ受注じゃないのかなこれ受注の数字だと思うんですけどもあの、受注でいきますと、今おっしゃられた通りですね、えー、受注はほぼ倍に。 なってます前年で,す、ね、でそれは、まあ、それでこの数字が書いてないんでちょっと解説がああのこのスライドだけではできていなくて申し訳ないんですけども、えー、自動車の比率が下がってるのは極端に下がったわけではなくて、えー、あまり大きく落ち込んでないというのが自動車で逆にこのメディカルというところと、まあ、一般産業もこれ入ってるんですけども、まあ、大きく伸ばしたと。 でこれはあのおっしゃるとおりですね、あの特徴の側面もあります。あのアメリカの要は COVID に対,対応するですね、まあ、強烈なあのワープスピード作戦とか、まあ、ありましたけども、まあ、そういうニーズに対してかなりですね、あのアジャイルにいいいい対応できるというのが JR オートメーションの強み。 だということが改めて今回、まあ、あの認識ができたということであります。えー、これがじゃあ,あ,のあ、すいません、受注と私が言ったら間違い、これ、売上、えー、になっておるようです、すいません。でそれに対してですね、えー、じゃあ、21年はへこむんじゃないかという、まあ、あの見方もあるんですけども、それはもうある程度予算に織り込んでおります。 ただ、この、えー、今年に入ってからの受注のトレンドを見ても、ですね、えー、勢いは全然、まあ、止まっておらないと、まあ、そういう特需の部分は減る傾向にはありますが、えー、逆にですね、あのー、オート系、自動車系のところは、やはりその EV シフトという環境のニーズにのっとったアメリカにおける まあ、EV のですね、まあまあ、進行メーカーも含めて、まあ、一斉にそっちに動いている、えー、スピードとー投資の迫力っていいますかね、これはかなりありますので、えー、逆にここでの,、まあ、の EV になりますと自動車の構造が大幅に変わりますので、この作り方がガラッと変わります。でそこに対するオーートメーションンライというののは必須の 競争アイテムに OEM メーカーさんもティアワンの皆さんもなってきますのでここのトレンドはまだ止まらないというふうに考えております。これに、えーえー、今日の事例でも少し申し上げましたがデジタルを付加するというのが大きな差別化成長の要因になるというふうに思っております。 えー、それから一番最初のご質問があそのコロナ禍における、えー、デジタル化のパラダイムシフトの例というご質問であったかと思います。まあ、あのリモートであるとかですねそれから先ほどの,あの、うんまあ、大金銭の事例なんかもあ,のある意味ですねこのお現場に行って、えー、どういうんですかねあの この製品をこうシフトしようとかですね、えー。このプロダクトを A ラインから B ライン、これ工場の一つの工場の中だったら簡単にできるんですけども、えー、フランスの工場からアメリカの工場に移すとかいうのは、かなりの人数がですね、こう、えー、移動をしてですね、フェストゥフェースで議論しなきゃいけないというようなものが、例えばこういうソリューションがあれば、 すべてヘッドクォーターでこうシミュレーションとして決めるということができるようになるわけですね。こういうのもまあ一つはそのリモートと言いますかあのニーズで達成されてくる一つのニーズではないかと思います。えー、森田さんなんか他に付、えー、け加える事例があれば。はい、あのありがとうございます。あの産業ビジーの森田でございます。あの一つ目のお話でコロナによる本当にデジタル あるかののニーズがあるのかというお話でございますけども、まあ、先ほどあの青木の方からお話がありました例えばダイキン様の事例で申し上げますとやっぱり今回のコロナだとか地政、まあ、学的話でやっぱりサプライチェーンがどんどん変わっていってるという状況に対しまして、えー、どこでどういうふうに作るべきかとそういったこうあのシミュレーションそれからあの利益の源泉というのがこう明らかにこういったものに対しまして えー、効果を出してるという話になります。あとはあのモナタロウ様だとかあ日立物流とのですね競争の例もこれはもともと製造業はですねあの、まあ、コロナ以前からなかなか製造現場に人が、えー、入ってこなくなったというもともとの課題があります。でこのコロナによって でこの課題がさらにこう健全化したスピードを増したということになってございましてそういったことに対してもこのデジタルでそういった課題をこう解決していっているという面ではあの非常にこのコロナによるデジタル化のニーズが出てきたという部分とさらにこう加速しているというその両面があるというふうに我々捉えています以上です。 ししいいでしょううかありがとうございましたそれではお時間になりましたので以上をもちましてインダストリーセクターのセッションを終了します。